こんにちは、モノモースです。今日は、福島第一原発の処理水放出後の放射性物質のモニタリング結果について話したいと思います。このニュース、皆さんはもうご覧になりましたか環境省が公表した結果によると、放出された処理水の放射性物質、トリチウムの濃度は、すべての時点で、検出できる加減のね、押し止まり、人や環境への影響がないことが確認されたそうです。これは一見、安心すべき結果に見えますよね。しかし、私たちはここで一つ、大切なことを忘れてはいけません。それは、検出加減値にも、という表 表現実際にはは全く影響がなないいいいととうう意味ではないということですこれは現在の科学技術では検出できないレベルであるというだけで、それは人間や環境に全く影響を及ぼさないとは断言できないのです。さらに、環境省は今後も毎週測定を行い、さらに検出感度が高い分析も並行するとしています。これは環境省自身の今後の影響について完全には予測できていないということを示しています。私たちは科学の進歩によって得られる情報を信じることは大切です。しかし、それは全てを語っているわけではないということです。 忘れてはいけません私たちが本当に求めるべきは一時的な安心感ではなく長期的な安全性と持続可能性ですこの問題についてはこれからも目を離さず情報をしっかりとチェックしていきましょうそれは私たち一人一人ができる地球と私たち自身の未来を守るための行動ですそれでは今日はこの辺りで次回も皆さんと一緒に社会の真実に迫っていきたいと思いますモノモースでした